のボス、ブッドゥス。いやー、マリオメーカー2分かってきたんでね。まあ、とりあえず、さて、まあ、ちょっと作っていきましょうかね、今回は。マリオメーカー2は、まあ、まあ、マリオメーカーは皆さん、まあ、知ってると思うんですけど、1に比べてちょっと、追加要素が結構あるらしいので、あれですね、その追加要素、あ、ちょっとやばい。マイクに指やった。まあ、その追加要素を、もう、なんか、むちゃくちゃ詰め込んでやったコースをね、作ろうかなってね、思うんですよね、今回は。コードゲット押すと、スイーツアンドーン。はい。これすげえだね。まあ、まあ、まずは地上ですよね、やっぱ。地上、地上。まあ、スキーは、そうですね。4つ。あと、これ。3D ワールド追加されたんですよね。まあ、CO2 詰め込むってことあるんでね。まあ、3D ワールドやっていきますか。うん、見たところこれ、後ろ背景もちょっと増えてるのかな？どうなんだろう。増えてるのかな？あ、すごい、3D ワールドだと、なんかこの背景からの変化が激しいですね、ちょっと。なかなかいいな。まさかこのスキンであれは使えないとかそういう感じか。じゃあこれにも押してみるか。そんじゃあ一回、まあ、ゲームスキン変えると消えちゃうんだ。まず、まあいいや。でも多分あれが使えないってことなんだよな。あ、やっぱあったこれ。ちょっとフレンドくっそマジか。え、ちょっと待って。え、やっぱそうだよね。ということは。え、あの、超万能マシーンが。嘘、あの超万能マシーン、こっちは使えないの？ないもんね。マジかよ。くっそ、あれ使えなかったらコース大体なんかな。今考えて。ちょっと今、新要素見て、少し構想が頭の中に浮かんでるんですけど。あ、まあ、そんでやっぱこれだな。あの 3D ワールドのスキンは、まあ、新要素ってことだから、まあ、捨てがたいけどしょうがないよな。やっぱりこれ、やっぱりこれがないとね。とりあえず、これを置いて、あの、縦スクロールを試してみますか。いやー、そうなんだ。何枚こっち行き着いたら死んでするんじゃないの。あ、知らない、知らないのこれ。スクロールと何か挟まれて知らないの。レッツゴー。もうこれいいかもしれない。んー、でもな、こういうマグマの道行きはな、コース全然行くかっていうことだからな。なんていうか、これをやることで一気に狭まっちゃうんだよな、範囲が。なんか、この感じは地下に見えなくもないっていうか、そういう感じするよな。なんて言うんだろう。いや、あのさ、なんて言うの？まあ、城なんだけどさ、全然他の人から見れば城になるんだけど、なんか独自に世界観を設定していくことによって、つじつまが合う感じにできると思うんだよ。だから、どんなね、感じであれば、つじつまの合う設定にしておけば、なんというか、何？だから変な感じしないじゃないですか。これが城だと思ってても、このつじつまの合う設定があれば、もしかしたら、こういうことなのかっていう解釈が生まれるかもしれない。いや、まあ、ストーリー性なんてマリオメーカーも、まあ、マリオメーカー一応求めることないけど。あ、動きになった。この城を、まあ、地下っていうか、山の中をくり抜いて作った空間みたいな感じに見立てよう。まあ、なんか、これが、この壁が山で、で、その山の中を走らされて、で、この辺にちょっと穴が開いてるみたいな。空気口っていうの。その見立て方でいこう。
そういう世界が設定したから。いやいや、ついつまは。だからここを喋りゃいいでしょ、逆に。で、まずはまあ地上化作っていきましょうかね。そうなると、山だからな。山の上か、雪もありかもな。雪とマグマだとまあギャップあって、それもいいかもしれませんね。この BGM いいな。何この BGM めっちゃいいんだけど。やっぱ初代ですよね、スキンは。これ?いや、この原点の、まあ、原点からこの新しいレースをやるっていう、いや、このザ、何このギャップっていうんですか、それもなかなかまたいいですよね。趣があるじゃないですか。まあ、坂は絶対使いますよね。いやー、これこのマリオメーカー2で追加された中で、まあ、最もですね、まあ、追加要望が多かったと言われるパーツ。いや、この坂をね、ツアーってしゃがみ詰めていくのね、あの快感はね。まあ、もう誰しもがやったことあると思うんですけど、周りにやったことある人は。滑れるじゃねえか。え、初代マリオ坂くらいできんの?いや、ちょっと待って、やばい。いや、さすがにそれは、それは痛いぞ、さすがに。いや、わからん、急な坂ならできるかもしれない。レッツゴー!できねえじゃねえか!おい、ちょっと待って、坂くらいできんの?それは痛いぞ。あれ、初代マリオ知ってんだぞ、これ。これができないのは痛すぎる。マジかー。いや、それはちょっと、さすがにそれはいかん。やっぱこのスキンしかないかー。でもなー、なんて言うんだろう、初代マリオのあの BGM めっちゃいいんだよなー。まあ、ここもさ、上がるっていうところを、まあ、上下感をね、左右したね。で、上下感を重視したステージしたいんですよね。竜巻で上がりながら障害物を避けていくみたいな。上がりながら避けていくっていうスタンスでいきたいんですよ、このステージは基本的に。それから一番ね、避けるっていうところで障害物入っていけるし、なんか上がるっていうのがちょっと新要素いろいろあるから、溶岩スクロールとか、溶岩スクロール違うわ。溶岩が上がるとか、カスタムスクロールとか、あと、竜巻もそうだし、だからまあ上がりながら障害物を避けっていうのをコンセプトでいきたいんですよ。そんで上がった後にな、ズワーってね、クリボーかなんかをドバーって倒してね、爽快感をね、演出したいわけですよ。しょうがない、この BGM すげえ好きなんだけどな、入れたいんだけどな、やっぱり他のやつだよ、これは。しょうがない、これは。あ、戻ってた。マジで戻ってた。ちょっと、せっかく帰ったのにさ、戻らないでよ。しょうがない。今回諦めた。あ、で、蹴った。カノンの甲羅って絶対見れないから、他で。でもこれすごいよ。死んだふりってすごくないだって。これ。おお、すげえ、カノンだ。完全にカノンじゃん、これ。椿は敵じゃなくて仕掛けの方に入るんですよ、これ。マグラムキラーも。マグラムキラーは絶対的だと思うんだけどな。椿はダメージ受けないからだけど。だから椿をさ、地面で遮っとかないと逃げちゃうんで。むずいんだけど、これ。お、いけた。やっぱ、こんぐらいからちょうどいいぐらいだ。おお、いいじゃん、いいじゃん。あと、やばい、せっかくで緩やかに下がっているのがあるんでね、ちょっと、傾斜を変えてみたりしたいんで。おお、こういう感じだよ、こういう感じ。そうだな。いいな、これ。これいいわ。わかる?この感じ。
ちゃんと傾斜がある感じ。山って感じだよ、これ。本街の位置とかにさ、置いて。あ、でもいけそうだな、さすがに。頑張ればいけそう。あ、どうだ、これ。これどうなのかだよな。落ちてくるじゃん、これ。ダメだ。何これ。あ、これはこれで面白いよ、でも。いや、でもこれちょっと使いなそうだな。一つのシーンをピックアップしたくないからな。これ面白いよ、でも。いや、これは、でも使えないよ、ちょっと。さすがに使え。うわぁ、惜しいことをしたなぁ。これ絶対使いたかった。これ15体。お。おー、ショッケー。オッケー。そんで、なんかこれはこれは気持ちいいんだけどさ。いや、これ死んだふり使えなくね、正直。あ、これ死んだふりあれだわ、これ。振り棒をなんとなく配置していく。んで、このね、ハンマーブロス置くんですよ。よし、これならいけるかな。え、ハンマーブロスが、俺にはなしだっすね。もうすげえ。で、まず36レベルに置いて、あ、んで、おー、しきてきた、これは来たぞ。おー、そしてスキンを城に変えると。んで、溶岩がゆっくり上がっていくようにすると。おー、いいね、いいね、いいね。カスタムスクロール、入れるか。いらんの。え？ちょ、それは違うじゃん。え、溶岩ゆっくり上がるみたいなことできんの？マジか、それはちょっと痛いなぁ。あー、だからメインしかこれはできないのか。まあ、これ火山の中に入るってイメージだもんね、よく考えたら。そうなると、中に入るって意味じゃ、なんかちょっと違うような気もするんだよな、これ。ひたすら上がって、んで、んで、まあ火山をね、ホストさせる赤色に変えて、で、バブルをここに置けば、いいね、いいね、いいね。
もういい、この演出いいよ。まあ、とりあえずね、まあ、メインのね、マイリアの1は終わったんで、1っていうか、まあ、前半終わったんで、はい、というわけで、今回はこれ、それでは、またこれ